これからヒロヤがマックスの予想をしたいと思います。まあ予想はすごい難しいんですけど、まあ僕の予想だと決勝はペトロシアン選手とあと佐藤選手だと思いますね。まあその試合もすごい難しいんですけど、まあ日本人として佐藤選手を応援したいけど、やっぱりまだ勢い止まらないペトロシアン選手が優勝すると思います。やっぱりまだ穴を見せてないペトロシアン選手なんで、やっぱどんな選手も完封して、まあ、でも決勝での佐藤選手との試合は多分手こずってやっと優勝するかなって感じだと思います。僕ヒロヤはペトロシアン選手の優勝を予想します。